皆さんおはようございます。いやー、昨日は変な天気でしたね。昼まで暖かくて、それで昼過ぎからもう急に寒くなって冷え込んだというね。まあ、でもね、これは全然気象の予報とぴったり合ってるんですね。でね、一つ不思議なのはね、昨日黄砂が降ったじゃないですか。あれのことはね、煙霧なんてね、気象庁が言ってるんですけど、多分嘘だと思うんですよね。昨日のね、黄砂のあれ塊がね、日本に、飛んでくる予測はもう出てるシミュレーションがね。で、時間もぴったりですよ。10時くらいからね、午後1時3時くらいまで、日本上空をね、黄砂のこう黒い一番濃い部分、黒いっていう一番濃い部分がね通過してで、もう3時から5時くらいにはピタッとね、それがもう太平洋上にこう去っていくっていうね。で、その間に気圧の配置が変わるっていうのも、これ気象の予報通りなんですよ。まあ、最近はね、スーパーコンピューターとかでシミュレーションしてるんでしょうけど、ぴったり合ってますよ。だからあれ多分黄砂ですよ。でもなぜか気象庁は煙霧なんて言ってるんですよね。なんでですかね。やっぱりあれが黄砂ってことになると、またね、世論が、やっぱり中国バッシングみたいになっちゃうから、まあ、そういうことを、まあ、政府側というかね、が操作したんですかね、外務省とかその辺が。ちょっとね、後でその気象のシミュレーションの、URL 下に貼っておきますんで、見てみてください。ご自分の住んでるところと昨日の忘れないうちにね、天気のああいう、なんですかね、黄砂の降った、ぴったり一致してますよ。私の場合はまずぴったり一致してましたね。ね、なんかね、最近そういう、まあ、原発事故の時にね、気象庁なんてもう全く信用できない、まあ、気象庁含めてね、役所っていうのはもう本当いかに信用できないかっていうのはもう、まあ、YouTube やっておられる方でしたらね、まあ、皆さんご存知だと思うんですけど、まあね、普通に新聞とかテレビだけの情報をね、鵜呑みにしてたらとんでもないことになりますよね。まあ、被爆しちゃってね、まあ、そうですね、今日で丸、2年ですか。いやね、大変でしたね、本当ね。あれが去年、あれ2011年で、今年が2013年、2014年、そうですね、丸2年でいいんですよね。もう最近年なんでね、もうね、忘れっぽいんですよ。ね、あの時は大変でしたね、本当ね。もうここもすごい揺れましたよ。ただ縦揺れじゃなかったんでね、横揺れだったんで、まあ、それでも1分以上揺れてましたかね。まあ、私も生まれてあれだけ大きな地震は、ね、初めてですよね。まあ、そしてこのあとね、東南海地震っていうのはまあきっと起きるんでしょうけど、私が生きているうちにね、また味わうことになるのか。まあ、ただね、今回は今も水なんかはもうね、結構ストックしてあります。あと猫のキャットフードね、あとも本当発電機も買っとかなきゃいけないですけどね。まあ、皆さんもね、今日ね、やっぱりね、あの時の、ね、大震災を忘れないようなね、考える一日にやっぱりしなきゃいけないと思いますよね。で、まあ、またいつね起きるかも分かんないしでね、まあ、私はあんまりそういう政治的なことはこの YouTube では触れたくないんですけどね。ただ原発だけはね、やっぱりなくさないとね、もう我々の生存そのものがね。お前何転んでんだよ、お前滑って痛かったでしょ、チーター。ちょ、私が真面目なこと言うとね、チーターがちゃんと入れて、ちゃちゃ入れてくれましたね。まあ、そういうわけでね、今日は一日ね、皆さん、まあ、2年前の震災を思い出して、で、亡くなられたね方にやっぱり、ね、犠牲になられた方のやっぱりことに思いを馳せて、まあ、我々ね、この先未来に生かさなきゃいけないと思いますね、あの経験をね。それでは皆さん、今日も一日、いってらっしゃい。じゃあ。